presents the Special! いよいよです、来ました。またまた大物のです、です、はい、王者の魂、王道プロレスの王道レフリー和田恭平さんの登場でございます。恭平、待ってください、ごめん、早すぎた。いきますよ、せーの、恭平。ということで、ご意見番はいつも通り、プロレストゥデイの編集長、柴田壮一さんです。はい、よろしくお願いします。今日のネクタイは、今日はもう和田さんといえばです。色も合ってますね。あ、俺も合ってるね。なんで緑なんですか？ミサワバージョン。ああ、そう。色んな色なんですね。はい、もうね、この放送を収録している昨日ですね、はい、昨日が水田さんの命日と。いい子でしたね。本当にもう、プロレス界の宝をなくしてしまって、もう10年。10年ですね。で、昨日は、興行は、あ、僕休み。あ、お休みでしたか。うん、なんか三沢さん、もうなんか、三沢さんの話なんで、三沢さんにまつわるなんかエピソードみたいなのあります？思い出みたいなものは。やっぱり別れた時かな。メガネ、ノア。ノアですね。ノア立ち上げるのに対して、ね、やれやっていうね。いやだって和田さんって馬場ご夫妻とにも信頼されてたし、はい、三沢選手にも信頼されてましたから、間に入って、で間に入ってるから、はい、ですよね。これから起こることは、はい、俺には内緒でやってくれと。ああ申し訳ないけど、俺が三沢の話を聞いたらこっちへ伝えなきゃいけないから、そうなるとやっぱり俺の立場上ちょっと嫌なんで、お前らのやることはもう俺には一切なしっていう、そうすれば俺も一切なしで黙ってるから、でそれでそんなんで、まあ頑張れやということで、まあ三沢選手がノアを立ち上げたということなんだけどね。いや絶対三沢さんは和田さん欲しかったはずですよね。ですよね。テーブル用意してたぞ。あ、本当ですか。教授はいつでもおいでね、テーブル置いとくからねとは言ったんだけどね、机置いとくよっていうふうには言われたんだけど、はい、まあ俺もそのつもりでいたんだけど、1年もしたら行くよっていう形だったんだけどね、いやそこにはいろいろな出来事が起きて、はい、なくなると思った全日本プロレスがなくならないで、そこに淵正信、川田俊明という人間が残ってたことで、ね、ノアというところに行けなかった、全日本に残っていなきゃいけないっていう、そういうちょっとね、これ話したら1時間いやそれこそじゃあ恭平さんはノアに、まあ、分裂した時ノアにすぐ行くというわけではなくて、全日本プロレスが片付いたらというイメージだったんですか？結局、僕馬場さんとの約束で素子さんを守るということね、で三沢選手も素子さんのことをよろしくお願いしますって俺にこう蓄えてたんで、キョエちゃん素子さんよろしくねって、こっちは俺が、素子さんは俺が守っとくからお前はお前でやれやっていう、その2人のあうんの呼吸があったんだけど、だからそういうことでね、どうしてもそうか、それで残って、はい、でまあ、ただ残ったら淵さんもいたし川田さんもいたしと、本当は全員連れていくって約束だったんだけど、そこには淵君も俺は行かない、俺はもう引退するってね、恭平ちゃんこんな嫌なことばっかり、俺はもうプロレスやめるよって言ってたんだけど、未だにやってんだよ。発言恐ろしいな。もう記憶にみんなの記憶に残ってますからね。いやー、淵君いまだにドロップキックやってもね、参っちゃうよね。グーじゃなくてパーってやってますから、ね、あれもデストロイヤーのおかぶかぶ奪ってんだ。もうあの人の頭の中はもうプロレスのことみんな入ってるんで、今度はもう違うことも考えてますよ、でも淵選手はとっても元気ありますよね。盟友ですよね、ある意味ね。大体同じ年ぐらい、いや、全く同じ、やっぱ和田さんと淵さんはやっぱりミスター全日本っていう感じですね。なるほど、ミスター全日本、なるほど。川田さんは出なかったですけど、あの当時。いや、川田選手は
なんつったらいいんだろう、その離れたかったんじゃないのかな、三沢選手と。あっていうのも、でもかっこよくいけば俺は全日本なんだっていうのもかっこいいよね。でもじゃあ裏を返せばってなると、新日本と戦いたかったんじゃないかとかね、いろんなことがあったんだよね。だから、プロレス的な感じで言うと三沢選手はこう、はいはい、なんつうかな、この枠から出たく出ない、出ないのが三沢みたいな、ね、枠から出ていろんなのとこう戦いたかったのが川田としてあ、なるほど。だからそういった面でその三沢選手のプロレスに収まりたくなかったんじゃないかなって思うんですよね。だからあのあと橋本だ、はい、佐々木だ、はい、武藤だとかなんか ねもう新日軍団ってやってたでしょ、ね、だからそういった面では彼は、彼の夢だ、夢でいいんじゃないんですか。あ、なるほど。新日本プロレスのレスラーと戦いたかったんですね。いろんなことやりたかった、最後あのレス、ね、ハッスルもやってましたもんね。ちなみにあの当時四天王プロレスってすごい激しいプロレスやったじゃないですか。あれはあの京平さん的にはどういうふうに見てたんですか。いや今のは激しいんじゃないかな。でもなんかね、すごいこう急角度どうしたことしてるのか。いやいやいや、本当にね、いやいや、脳天急角度でやってたらそんなもん死人バンバン出ますよ。出なかったってことはじゃあ何なのって言ったら、叩き上げられたその受け身のうまさというか、そういったもので、その心配性がなかったんだね、僕からするとね。あ、じゃあ意外と安心してます。俺は安心してましたよ、だから。本当受け身の天才揃いですからね、三沢さんは。本当に、いや全員がもうみんな、いや当時のだからその武藤敬司にしてもやっぱり、みんな上手かったんですよ。だからやっぱり今みたく即席で名イベンターになってないですからね、やっぱり確かに、徐々にこうステップしていってますからね。今いきなりエレベーター的存在なんでね、バーンっつと、おお今日メインかよって、次の日カード見たら、おお1試合目かよって、もうエレベーターのごとくズドンズドンなんだね。それ昔はありえなかったんだよね。だから菊池剛がメインイベントジャンボ鶴田とやると言った時に、ジャイアント馬場さんが何っつって、あ無理だろそれっていうのを押し切って、菊池剛を出して鶴田にボロクソやられて、はい、こんな面白いプロレスあんのかっつって、これでいいのかって、馬場さんからすると大きいもん同士がやるのがプロレスだったんだよね。そこに小さい理論が入って、どうにか、だからダイナマイトキットとかね、スタンハンセンダイナマイトキットとか、その辺が面白くて面白くて、だからやりようなんですよね。だからまたあの見る側も、どうせどうやって思うかもしれないけど、思いながらも胸の内はやっぱりこう、そのやられてる人をこう押していくっていうかな、だからプロレスを変えたよね。だからそういった、だから、その四天王のプロレスっていうのは、だからそういった面でえぐい、確かにえぐいんだけども理にかなったえぐさなんで。なるほど、だから菊池選手なんかとか、やっぱりあの連中が入ってきて、淵君がいじめたりとか、ね、してましたけどね。そうすると菊池選手はジュニア、淵君もジュニアなんだけど、馬場さんが、おい恭平、淵はジュニアかヘビーか、いやジュニアですよ、なんでジュニアが一番強いんだっていう、ね、頭を悩ましたのが馬場さんで。道場とかですか。いやその対戦で全くやられないのが鶴田、淵正信だった。だから未だには現役でやってられる。なるほど、それ受け身が上手だった話ですか。じゃなくて受け身しなかった。受け身しなかった。ちなみにグレート小鹿さんもそうですね。この間グレート小鹿さんに、両国の控室で、みんなが、小鹿さんタフですよね、長いですよねっていうとこ、俺がチラッと耳に入ったから、
お前ら違うよそれはって小塚さん受け身取ってねえもんって言ったら小塚さんがあのでかいとこ俺の頭パコンと立って恭平こんな野郎言いたいこと言いやがってってそしたら周りがシーンとしたよね恭平さん殴ったんだよですよ今いませんとかにいないだからみんな周りが小塚さんぐらいだろ恭平さんってねだからそういうね小塚さんとの会うもね、俺はこうあったんで、うん、俺のレフリングって小塚さんなんでね、うん、俺のレフリングのそのなんつうか即興つうかその起点をあの辺で鍛えられたんで、大熊大熊小塚で、僕のコンビ、はい、あと高千代さんとかね、ロッキー畑とかね、もうなんつうかな、もう懐かしい、もうこの人たちが和田恭平作り上げたんで、くせ者ばっかりですね。ねだからもうお前らで今のやつらにお前ら俺にかなえかなやめとけってねえいやもうそこで今時代を遡りましたんでちょっと遡っていきましょうかねえ、まあ、それこそ恭平さんがあのプロレスに出会ったのはもうそれこそ何年ぐらい前ですか。いやもうだから48年ですよね、うん、そう48年になるんじゃないですか、ね、一番最初に見たのは全日本プロレスと。あ、日本プロレスですね。いやいや、プロレス自体見たっていうのは、うん、生で見たのはもう当然の全日本プロレス。全日本プロレス。テレビではやっぱり日本プロレスの日本、日テレさんですよね。日テレさん、力道さんです。はい。じゃあ生で力道さんですよ。ああ、それはないですね。なんかこの間ねその田中圭子さんにも話を聞きましたけども本当に力道さん先生はすごい大きい人だな、うん、心がね心が大きい人で実業家としてもすごいな、うん、あの力道さん先生に直接お会いしたことはないんですよ ね、うん、でもギリ重なってますもんね生きてた当時をご存知、うん、でも本当に小学校ですよ、うん、でまあ馬場さんでもいや生きてたら今頃大変な人だよって政治家じゃないけどいやそう思います、うん、もう本当にみっちゃんよっちゃんまあ桃田は、ねうんはいはい、みっちゃんよっちゃん今頃お坊ちゃまだよって、うん、亡くなっちゃったからこうなっちゃったけど、うん、生きてたら大変な二人だよっていう、うん、ああなるほど、うん、なるほどやっぱり力道山っていうのはそれほど、うん、そのなんていうかな仕事に関してのそのね、はいはい、やっぱ馬場さんにとって師匠に力道山だったんだね。いや、まあそれも当然あの力道山にこう入門したわけだから当然なんだろうけど、うんうん、でもアトキンスとかやっぱりあの辺のもう馬場さんがもうびっくりしたのはやっぱりアトキンスとか、うん、あの辺のあのジジイがなんであんな強いんだっていう恭平あのジジイがなんであんな強いのか俺は不思議でしょうがなかったっつって、本当強いんだぞって。それは言ってましたよね、馬場さんがまあ何しろあのジジイは強かったっていうぐらい強い。それで どう強かったんでしょうね。いやもうだから腕あの、うん、ロックアップしてももう首押さえつけられて、ね、もう見るできない、うん、だからあのプロレスってロックアップから始まるのは何でかって言ったら、うん、もうここであの気量互いの力をこう押したり引いたりのその中で、あ、こいつ強いってあこいつ強いからちょっと余計なことしたくねえっていうそういうのがあったらしいですよ、ね、お互い挨拶みたいなもんですよね。だからこんにちはでグッて締めたあもうこんにちはなんですね、うん、で力関係決まっちゃうわけだもんで、うん、もうこれから始まりますだから今のプロレスってそんなのないですもんね。確かにタイアップないですね。ロックアップないですね。ヘッドロック取ったらすぐロープ飛ばされてタックルしてんだもんね。こんなバカな話って俺は思うんだけど、うん、でも今のプロレスはそうなんでしょっていう、うん、でも恭平さんが学んできたプロレスはロックアップから。え、そうですね。ロックアップ、じゃあ俺ロックアップの綺麗なレスラー見ると、うん、もう自分でこうやってさばいてる時にもう胸熱くなってこうなんていうだろう、こう緊張感が走るというか、うん、その時にロープにこうやっていってロープに背中がついた時点でロープブレイクっていう一斉がレフリーの一斉がそこからロープブレイクっていうのが、うん、あのそのレフリーの発する最初のこと、うん、こっからプロレスを見てるお客さんがこう緊張感がパッと解ける。ロープブレイクってそのだから僕はあのロープブレイクの最初のカウントとか、もう一番最初にもう小さい声でもぞもぞなんて言わないですよ、うん、おっと俺の出番だ、うん、ロープブレイクなるほどね。そこがもう仕事 その第一声、ね、始まりですよ、始まりですよね、はい、だからこうやっておしっこしてる時に早く押せよと思う
時々じれることもあるんですよ。どっちなんだよ。でもそれは分かんないの、おしっこからしてるどっちが。でもやっぱりあのなんつうかな、こう、うん、負けん気の弱い方じゃないけど、はい、人のいい方は押されていくっていうか、ね、あやっぱりそうなんですね、うん、ちなみにロックアップが今うまいなっていうレスラーって思い浮かべます、今の今現役のレスラーで。大きい人はやっぱりうまいと、あの須山選手なんかでも宮原選手でもやっぱりうまいですよね。ああってね、なるほど、うん、やっぱりそれはもう子供の、うん、最初に覚えれさせられたのはやっぱり受け身とロックアップからだろうから、なるほど、うん、そういった面ではやっぱり、うんうん、下手だなっていうのはレスラーになれないもんね。ああそういうことか、うん、ちなみにロックアップするときのリズムみたいなのあるんですか。パーンと目と目であってこうやって、睨み合って行くぞじゃないけど、せーのパッっていう、これももう相撲みたいですね。相撲隣で吐きを、うん、残ったんじゃないけどね、うん、僕がその中で真ん中に立ってて、うん、行くのか行かないのかっていう中に彼らがパンって行った時に、うん、ね、その時の入り方一つで、うん、そうするとお客さんだってウォーってなるわけでね、うん、そこの緊張感だよね、でロープに押されてブレイクって言った時に緊張感がギュッとこう、あの緊張感でたまらないですよね。あのこう組み合う前までのあのこうピリピリした感覚見ててね、そうでもなんかね、そう昔一昔前のプロレスでこの多かったんですよ、うん、で今はなんかあんまりないかな、まあ、あれ緊張のレスリングありますけどあんまりないかな、うん、だから今のプロレスはそれでそれでいいんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、だから覚える人たちがそのロックアップを覚えさせてもらってないでしょ、うん、ああなるほど、うんうん、だから新日本さんとかね、やっぱりその、うん、なんつうかな、基礎のある人は、うん、ロックアップ、アームドラッグ、ね、うん、ヘッドロックだって、うん、まあどういうふうに彼らは取ってるか知らないけど、うん、馬場さん流で言えばこうだよっていうね、離れないだろっていう、ここでこう締めてこうだろって、はいはいはい、ね、本当ならばヘッドロックでギブアップ取れるんですよ、うん、ヘッドロックでギブアップ取れるんだけど、レフリーもギブアップって聞かないからギブアップ取れないわけで、あ本当はもう巻いちゃって、本当は巻いちゃって、本当は巻いちゃでもそういうものですよね。ああって、で僕の教わった時もヘッドロックでギブアップって聞いてましたからね。うん、ヘッドロックだってあったこうやって締められてるんですから、うん、当然、うん、皆さんで普通の人からするとヘッドロックなんて大したことないと思うけど、うん、あれほど痛いものないのに、うん、それを取ってる、取られてる方も痛がらないし、取ってる方も力入れてないから、うん、じゃあ何のためのヘッドロックなんだよっていうことで、うんうん、ここは俺から言わせると俺の言い分ではないよね、レスラーの言い分だよね。最後の方の業界の面々をお伝えしたいこといや本当僕もね、あの、うん、入社したところにね、はい、選手の方が教えてくれたりして、バッテリーで、ね、すっごいですよ。だから俺なんかでも本当にこう奥間さんに恭平ちょっと来てみーなんて来るなんて言われて、いやいやいやって、そのぐらいギブアップ取れるんですよ、うん、ただヘッドロックでギブアップ取ったんじゃ、お客さんだってはーってなるね、はーってなるからはーってなるからその取れないだけのものであって、うん、ね、本当ならば淵君が誰か若手グーって締めたらもうギブアップですよ、うん、その技術があるんだ、うん、でもそれを最近技術ある人も少なくなっちゃってるし、見せる、そういうところ見せない、グーッと、だから淵君なんかうまいと思いますよ、グーッとその脇の締めてこうやってグーッて、どういうふうにすると痛いかね、本当にこの指先のこのとんがったところで頭眉間グーッてやったらもうアウトですからね、そういう技術があるんですよ、いろんなものがあるんですよね。いや、なんか受けてみたいな感じしますけどね、うん、だから本当にちょっとヘッドロックして、ね、どういうふうに取るか、昔のレスラーならもうすぐギブアップ取るからクッて締めたんですよね。だから柴田君なんかでも、はい、おいちょっと怖いなってフッてやられて、そうそうそう、俺もやられたすもん、いてててて、ってこんな痛いのでなんでみんなギブアップしないんだろうっていうぐらい、すげえなと思いますもんね。だから本当にああやっぱプロだな、いやプロレスは強いんですってことですね、はい、ちなみに京さん馬場さんにお会いしたのはもう何年も前ですよね、40年ぐらい前ですか。いやだから入って当時だから、そうですよね、48年でずっと馬場さんのそばにいて、京さんにとって馬場さんってどんな人でした。人生というか、うんうん、ここまでさせてくれた人だな。いや京平さん相当悪かったらしいですよ。いや悪かった悪かった悪かった、何悪かった、ちょっと道を外してたかもしれないし、馬場さんとお会いになったら、お会いならなかった、はい、本当に 何してるかわからないような集まりの中にいたんで、うん、でも
そうだね、こうやってなんていうんですか、テレビに出るようなこともないでしょうしね、うん、テレビに出た時はきっと俺がなんか事件起こした時だろうね、うん、悪かったのは確かですよ、その、うん、その当時は悪かったですよ、本当に。で、馬場さんがインタビューの時に、馬場さん今の暴走族どう思いますかって言った時に、インタビューする人に、おい、あそこにいるの誰だか知ってるかって言って、あ、レフリーの和田さんです、うん、うん、あいつ見りゃ分かるだろ時が経てば真面目になるんだよっていうことですよね、これから言わせるとね、時間が解決してくれるということなんで、だからそんなの心配するなっていう、くだらねえ質問するなっていうことだよね。今の暴走族どう思いますって、そんな暴走族のことかなんで馬場さんがこれなんで確かに16問でやるかみたいな、だったらあそこ見て和田恭平も同じだよっていう、ね、え、当時その馬場さんと出会って、で馬場さんから学んだことって挙げるとするならどんなことですか？いや、ほとんどですよ、うん、うんうん、ほとんど。でまた俺がほとんど教えてますよ、みんなにも。あ、馬場さんから教わったこと、うん、なんか印象に残ってる、うん、だから鈴木みのんの試合見てて、お前馬場さんいたらお前なんか絶対雇わねえっつって。あ、うん、え、それはどこを見てそこに言うんですか？いやいや、スタイルとか、スタイルですか、うん、踏んづけてるとか、試合終わってなんで蹴っ飛ばすんだっていうことで、馬場さんが思いたらもう大変なことになってるよって、うん、で馬場さんがいたらいたらなんて言ってたら、もう時間が、うん、時代が違うんだよね、うん、でも否定しちゃダメだよね、うんうん、やっぱりなんつったらいいんだろう、やられてるワンツースリーってやられてる相手に対してまだ蹴っ飛ばすとか、うん、まだ唾引っ掛けるとか、うん、こんな屈辱なことはないもんで、うん、リングの上でお互いに戦ってた相手に対してそこまでけなすかっていう、うん、俺一番嫌いなやつなんで、うん、やっぱ終わったらノーサイド、次カウント入ればノーサイドって感じ、うん、負けたんだよ、うん、お前勝ったんだよ、うん、たらやっぱり堂々として手をガーッと手を挙げて、うん、綺麗に帰って、うん、それでも分かったら起こしてあげるか。ああ、そうか。プロレスって負けた人の方が人気が出るんですよ、うん、うーん。例えば京平さんが一番にあの記憶に残ってるその負けた人のレスラーで、あ、最近石川選手なんか、この間宮原さん、あ、宮原さん、これなんかお客さん、うん、お客さんがよく知ってるじゃない、はいはい、石川の方が、うん、あの負けた石川に石川っていう、うん、石川っていう、うん、石川の方が勝ってたよっていう、うん、ああそういうことか、うん、でもやっぱり、うん、ケントにはかなわなかったんだ、ケントが手を挙げるんだけど、うん、それはそれでもう勝ちなのでいいんだけど、うん、それに対してチキシャーっつってこうね、うん、こうやられながら帰ってる石川に対してお客さんが、うん、石川よくやったっていう、石川の方が受ける、うん、それはもう前々から の, そのプロレスっていうも の, のが負けてしてる方が人気が出るっていう、うんうん、なるほど。ちなみにあの今 の, あの全日本プロレスはその馬場さんの魂を受け継いでる感じですか？そういう意味では、いや、どうでしょうね、うん、その辺は分からない、うんうん、なんせみんな会ったことないんで。ああ、そっか、うん、あ、秋山選手とか、秋山さん、ちょっとですね。だから本当に会ったことない人が今もうどんどん出てきてるんで、馬場さん語られてても、馬場さん語っても、うん、だから何なんですかってなっちゃうしね。だからそうなると、じゃあ俺の話聞けっていうことになっちゃうんで、うん、で、俺の話聞けって教えてやったことが、な、これが昔馬場さんが言ってたことだよ、うん、っていうことで、飯食いながらでも皿持つな。え、洋食で皿持つやつはいねえよ、うんうん、で俺はこう言うわけですよね、はいはいはい、若い人たちにね、うんうん、そうすると、えってカレーライスでもこうやって、あ、やめろ恥ずかしいから、うん、洋食で皿持つやいねえよって、うん、でそれは馬場さんから俺が教わったこと、洋食はちゃんと下に置いて目の前で食べるっていうそのマナーというのを僕が教わって、うん、そのマナーを今度は分かってほしい、うん、っていうふうに、こう徐々に徐々に今度は変わっていけばいいんで、何にも知らないともうそのままね、うん、そのままだから僕が本当に馬場さんに言われたのは、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥っていう、よく体育館を、うん、探してる時に、恭平分かんなきゃ聞け、
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥だよ、うん、っていうふうにこう教わるわけです。でそれを今度はまた俺が若い人に教えてあげるわけですよね、うん、だからそうやってどん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 こう広がっていけばいいわけで、なんかあの馬場さんですごくその紳士だったって聞きますね。あのよく猪木さんと馬場さんは一般的にはこう比較されましたけども、恭平さんにとっての猪木さんと馬場さんの違いって何ですか？うん、違いね、うん、僕は猪木さん会ったことないんで、そのね、うん、会ったことないですか？ないです、喋ったこともないです、ね、あれこの間の馬場さんの25周追悼追善試合、うん、何でしょうでしょう、言ったけど行かないです、うん、あ、本当ですか、うん、あのなんつうんだろうかな、その新日本対全日本という形なんで、はいはいはい、やっぱり僕は馬場さんの全日本で、うん、新日本プロレスは猪木さんっていう感覚があったんで、うん、喧嘩してるわけではないんだけど、うん、そのよくケロちゃんともよく会ったりするんだけど、はいはい、ケロちゃんも、なんで僕ら喧嘩してたわけじゃないのに清江さんなんかあの時気まずかったですよねって、うん、お互いだよなって話して、うん、なるほど、でもそれでよかったんだよ、うん、今はこうして話してられるけど、はいはいはい、当時違うのねって、うん、なんかこうこんにちはとは言うんだけど、うん、それから話が一歩も進まない。だからやっぱり全日本対新日本っていう、うん、その中やっぱり馬場さん対猪木さんっていう、うん、で猪木さんから育った人間と、うん、馬場さんから育った人間っていうのは、うん、やっぱり比較を、僕はよくバス乗ってて、うん、あの吉達が椅子をバタッて一番下まで、はいはい、倒すんだけど、はい、ふわっと横向いた時に後ろに人がいるのにダダッと倒して、やっぱり新日本だなぁ俺が言うんだ、深いなそしたら吉達が、え、清さん何ですか、どういうことですか、その倒し方は新日本プロレスの人たちえ、じゃあ全日本はって、じゃあちょっと見本見せようかっつって、うん、クッて倒して、な、これが全日本だよ、うん、で、もうちょっとクッて倒して、これがノアだよなるほどで、吉達がこう、じゃあガーッとまた開けて、ガーッて倒して、キョウさん、このぐらいなら、それならノアだからいいよで本当にそんなね、感じでこういつもやり合ってんだから、だから、お前やっぱり育ち違うよなで俺、本当に吉達なんかも俺、全然知らなかったんだけど、うんうん、面白い、うん、やっぱり人間もいいしね、うん、でも俺がこうやって冗談言えるのも吉達にぐらいなんでね、だから嫌いとかじゃないんですよね、ただ本当に比較しちゃうんだよね、こう飯食ってでも、うん、やっぱり新日だなえ、何ですか全日は分けようけど、お前分けねえもんねだから、って言うんだけど、いや、本当にあの新日ファンの人が聞いたらふざけんなって思うかもしれないけど、じゃあ、お前らごそになったことあるかって新日本の人に、うん、全日本の人たちにごそになったことあることありますっていう、うん、これはもう、俺自信持って言いますよ。面白いな、いや今の椅子のお話から何か最高ですね、深い最高、めちゃ深い、完璧にわかる、うん、俺武藤刑事にカレーライス一杯ごちそうになろうと思って、ごちそうさんって言ったら、うん、なんで俺がごちそうしなきゃいけないんだよと目くじり立てられて怒られた時、おっと新日本と思ったおっと新日本と思ったもんね、で元子さんに、いや今日冗談でカレーライスごちそうになろうと思って、うん、ごちそうですって言ったら払ってくれなかったです、恭平君、あの人は山梨なの確かに、はい、あ、そうかってジャンボも山梨、ああそうだ、ああそうか、ジャンボさんはじゃあ親日的でしたね、親日的、親日的そうそう、ジャンボさんもね、鶴瓶さんも親日的な感じでしたね、話聞くによることによると、ジャンボも山梨、なるほど、合ってる、武藤さんも山梨、なるほど、期待しちゃダメそうか、生まれた土地で、ね、土地柄はね、やっぱりそういう土地柄なんですって、やっぱり、あの井上正雄にも言ったことあるんですけど、そうですよね、ペンペン草生えないですもんねもう DNA に組み込まれてるんだ、そういう育ちなんですよね、でそれはあの正雄も、井上正雄がやっぱりそういうふうにニヤって笑って言ってましたね固く決めろよ。
サブミッション。